はようございます。アタックスです。今日は4月の26日の木曜日ですね。もう1週間経っちゃった。早いなぁ。いや今日はねちょっとめちゃめちゃ眠くてですね、今週ちょっとあんまり睡眠がね取れてない状況なんですけど、それはね動画編集しててとかそういう話じゃなくてですね、近々というかあと2ヶ月以内にやらなきゃいけないことがあって、前々から、これ話してるですね、この小学校英語のちょっと勉強しなきゃいけないんですよ。Vlog 始めた時だからもうかれこれ10ヶ月ぐらい前かな。僕今ね小学校英語のそのなんて言ったらいいんだろうね、小学校英語が義務教育化される流れに今なってるんですけど、2020年にかけて、今僕英会話習ってて、英会話の方からその小学校の英語指導のそういった資格を取りませんかっていう、ちょっと話があってですね。でこの8ヶ月10ヶ月間ぐらい、そういったのもやりつつ、今英会話もやりつつで、何回かねセミナーに行きましたっていう話もちょっと、Vlog の中でしてたんですけど、いよいよね最後のその課題とかを書いて出さなきゃいけないんですね、これ。その資格を取れる、基準っていうのが今言ってる英会話の授業、割とちょっと上の方今やってるんですけど、それが終わってかつ、セミナー何回か出て課題を出してっていうのが一応選考基準の最低値になるんですね。その中でその課題の中の点数だったりとか、そこの部分を見られるので確実にもらえるっていうわけではないんですけど、その資格自体がね、課題の量が結構あって、例えばね今出したこのこういう感じのね、この本はまだ序の口なんですよ。実習と評価っていうのがあって、で当然英語が義務教育化されるっていうことなので、つまりちゃんと評価しなきゃいけないんですよ。いわゆる通知表の中にその英語の点数とかが盛り込まれるんですけど、それをね、正しく評価するための評価基準を、評価基準の勉強っていうかね、これも、DVD を見ながら採点していくんですよ。レポート書いていくんですけど、ちょっとね、何回かその DVD さらっと見たんですけど、レポートのね、量が多いので、ちょっとこれからね、頑張っていかないと期日に間に合うか、若干心配なんですよね。で、前に語ったかわかんないんですけど、なんでこのその小学校英語のその資格、資格を取ろうかなって思ったかっていうと、一つはその英会話学校の方から勧められたっていうのもあるんですけどね。今うちの子供も僕と一緒に英語を習ってて、僕の子供の方が発音めっちゃうまいんですよ。めちゃめちゃうまくて、そんなにね週1ぐらいでしか通ってないんで、かつその自発的に勉強をっていうわけにもなかなかいかないんですよ。当然のことながら英語わかんないみたいな感じなんですけど、ただその教科書、予習復習当然しなきゃいけないから、その教科書を読ませたりとか絵本を読ませたりみたいなのをその CD を通してオーバーラッピングすると、発音がねめちゃめちゃやっぱうまいんですよね。で子供のその英語教育って必須だとは思うんですよ。今の世の中は必須というか、日本が遅れてるって言った方がいいのかな、この場合は。なんで必須になってきてるのは、その自分が英語を勉強し始めて分かってきたからこそなんですけど、とはいえ今抱えてる現状いろいろ聞くとですね、その英語を教える先生っていうのがもう圧倒的に少ないんですよ。めちゃめちゃ少ないらしくて、で僕がそのこのセミナー
この指導員のね、そのセミナー行った時も、いわゆるその英会話学校に通ってる人が、まあ、勧められてくるケースもあるんですけど、そうじゃなくて、実際、もう、小学校で先生やってる人が、そういった資格を取りにね、来てて、で、まあ、あんまりね、詳しい話は実は、そのセミナーでも聞かなかったというか、まあ、その先生方と直接話して聞かなかったは聞かなかったんですけど、実際先生が全然足りないから、多分学校の方もね、そういった資格を取りなさいっていうことで斡旋してると思うんですよ。まあね、そういった状況をね、垣間見ると、まあ僕らはその教員職ではないから、まあ英会話も半分趣味でやってるようなもんだし、教員職ではないから、その必然性っていうのは結構薄いとは思うんですけど、ただ足りてない部分に対して、その僕が思ってた、まあちょっと話があっちゃこっちゃいっちゃうんですけど、まあ最初その話を聞いて、今日本って海外から人が割と日本に入ってきてるケースが多いじゃないですか。まあアジアしかり、北米しかり、ね、欧州しかり、なんかいろんな国の人が日本に入ってきてて、じゃあそういった人たちが、そういった子どもの教育の部分で入ればいいじゃんって思ってたんですよ。ところがそういう実情も難しいらしくて、理由としては地域格差があるという話なんですよね。まあそれ聞いて、あ、そりゃそうだってちょっと思ったんですよ。というのも、例えば都心だったり、まあ主要都市はまあいいでしょうと。これが地方になるともうやばいじゃないですか。地方になると何がやばいって、小学校もやっぱり統廃合すごいんですよ。僕のね、田舎の方の小学校もやっぱり統廃合進んでて、でそれでなんとか生徒数を、ある程度固めてやってるっていう状況の中、今度その先生がとか、その外国の先生を呼んでとかになると、めちゃめちゃ大変だと思うんですよね。当然海外から来る方もわざわざ地方には住まないだろうっていうのがあって、そういった地域格差がね、すっごい生まれてくるんですよ。で、地域格差を埋めるために、まあやっぱりその現行のその教職員の人が英語を覚えるか、まあ僕らみたいな一般層が、教員って言ったらちょっとね、語弊があるんですよ。どちらかっていうと、その取る資格っていうのは、英語の授業をサポートするっていう位置づけになるのかな、多分最初は。それこそもうベテランでバリバリやってますっていう方とか、自分で個人的に英会話のその、スクールとかをね、自営で持ってる人は、すぐ教えることはできると思うんですけど、まあ、言うても僕も英会話やって3年ちょいか、3年半ぐらい経って、まあそこそこ喋れるようにはなりつつも、今度教えるっていう方向ってもう全く違うんですよ。特に小学校のその英語の、まあ授業とかって、単に英語が得意っていう、喋れるっていうわけじゃなくて、授業を組み立てなきゃいけないっていうところにつながるんですよね。これが難しいんですよ。単純に英語は話せますじゃなくて、授業を楽しくしなきゃいけないんですよね。で、これがやっぱり小学校の、低学年、中学年、高学年で、その心情的なものもだいぶ変わってくるので、低学年のうちはある程度楽しいと。ところが高学年になると、英語ってやんなきゃいけないのみたいな、こう、若干ね、空気のその温度差っていうのがやっぱ生まれるらしくて、そういう状況になった時にどうやって盛り上げて、興味を引かせて、英語を楽しく、授業としてやっていくかみたいな、そういったね、心理的部分もやっぱ考えていかなきゃいけないんですよね。っていう話をね、まあセミナーでいろいろ話したりとか、まあ本にも同じようなことが書かれてるんですけど、まあ難しいね、これは。実際その立場になるかどうかはわかんないけど、話だけ聞いてると、いやー、そういう状況になったらどうするかなとか、なんか、
ね、面白いトークでこう切り返していければとかね、あの子供が興味を引くトピックを持ってきてとかっていうのをね、なんかやっぱやらなきゃいけないとかっていう話も聞いたんですよね。今っていうかもうこれをねとにかくやんないとヤバげなので、ちょっとゴールデンウィークはねそっちに注力しようかなと思ってます。提出期限まであと2ヶ月ぐらいだと思うんですけど、多分ねギリギリになりそうな気がするので、毎日少しじゃダメだろうな、かなりやんなきゃいけないような気がするので、ちょっと頑張りたいと思います。もうせっかくねなんか1年以上なんかその、まあ、定期的にセミナー出たりとかなんかいろいろやってたので、ちょっと無駄にはしたくないとは思ってます。5月の下旬ぐらいからまた新しいねあのクラスに入るので、それもねまたもう一段階上の難しいクラスを取ったんで、まあトピックの内容は今と同じような感じだと思うんだけど、ねどんどんあの自分のねハードルを上げてちょっと上達できるようにね頑張りたいと思います。去年はねちょっとなんかいろいろバタバタしてたから、なかなか授業はまあ毎回出てたんですけど、なかなか自分の中でね定着できなかったような気がするんだよな。これ結構難しくて、やっぱり反復練習しないとね、あの何事もそうなんですけど、やっぱ入ってはもうすぐ出ちゃうんですよね、やっぱどうしてもね。なのでね、まあ今年はねやっぱり英語はもうちょっとね頑張っていきたいと思います。じゃあちょっと教材に触れておくとですね、まあさっきこの辺は見せたんですけど、この実習と評価、まあその評価するポイントみたいなのがこう書いてあって、これね DVD を見ながら実際レポートを書いていくっていうのがまず一つで、こっちがね実践トレーニングってあって、これは CD とテキストがあるので、まあこれに沿ってやっていくような流れになります。ただし、これは、ウェブチェックがあって、ウェブチェックをね、10回分やんなきゃいけないのかな。まあ10回分っていうか、レッスン10まであるから、それをこなしていく感じですね。これね、まだちょっと触れてないので、早めにね、見とかないとなんかやばそうな、感じがします。でそれとこの前から出してるこのテキストですよね、これもですね実際その教材で使うような事例がここの中に入ってて、4分の1が座学で残りが全部実習内容みたいな感じです。でここにバインダーがちょっとあるんですけど、このバインダーの中にそのってこのね、高学年のための小学校英語のための、レポートというかね、実習をやってみてのその感想だったりとか、そういったのをね、まとめる用紙が入っております。まあ大きくはこの辺かな。あとは、まあ僕の中のその日々の英語のレベルというかスキルをね、高めるっていうことをとにかくやってくださいとまあ言われたので、まあそれは継続的にね、やっていくような流れになります。さてまた荷物が届きました。ちょっと開けよう。これ片手で開けるのむっちゃ難しいよねこれ。おお来た来た。カタンこれねボードゲームなんですよ、有名なボードゲームで、ちょっとこれ買ってみました。ねうちの子とよく文房具屋さんに行くんですけど、なんかね文房具屋さんで最近ボードゲームかなり売ってて、分かりやすいもので言うと将棋とかオセロとかもそうなんですけど、でそこにカタンが売ってあって、うちの子がねこれやってみたいっていう話まあしてきたのでちょっと見てたんですよ。よいしょ。カタンね僕もね実はこれよく分かってないというかやったこともないのでほとんど初めてなので、これ買ってみました。アマゾンでね買ったら全然安かったんで、ちょっとこれは良かったかな。ゴールデンウィーク中にプレイしたいんだけど、さっきの英語の件があるから、どうしよう。
どうしようどうしよう、まあ、とりあえずねこれあの後で開封してどうしようかな。なんかカタンはなんか別動画で撮りたいような気もする。でもう一個がねこっちが本命、ね Zoom のね H1N っていうレコーダーを買いました。でこれはねちょっとねまあいろいろありまして、この前買ったオーディオテクニカの AT2020 プラス、まああれもね良かったんですけど、ちょっとね USB 接続でかつ PC でしか使えないっていうことからですね、割と制限があるなぁと思ってですね、でまあいろいろ聞いたところ、だったら Zoom の製品買った方が良かったんじゃないっていうまあ話をねいただきまして、まあ、初めからね相談すりゃ良かったんですけど、相談せずにねあの AT2020 プラスにいきなり食いついちゃったんで、ちょっとそこがねよろしくなかったかなと個人的にね反省しております。でねこれまあ今あの買ったんですけど、これ実は1万円なんですよ。まあ、厳密に言うと1万1000ぐらいで、もともとこれ値段が1万4000か5000ぐらいだったんですけど、今なんかめっちゃ安くなっててですね、でまあちょうどいい機会だからこいつをね買っちゃいました。おお、なんかちっちゃいぞ、すごく、うわちっちゃちっちゃいちっちゃい。これはもうちょっとねがっしりしてるものかと思ったら、僕ね手細いんでこの手のやつを持つとねなんかいろいろ分厚く感じることもあるんですけど、わすごいめっちゃちっちゃいこれ、まあ、せっかくなので後でねこれちょっとどんな音質になるか試そうかと思います。とりあえず電源入れるまでは入れたんだけど、うっかりしてた。俺ねマイクロ SD カードが必要だったので、ちょっとね試すにはそれ買ってきた方がいいかな。なんかなしでパソコンで直接つなげることもできるんだけど、いかんせんね設定がねよくわからない、なんか最適な設定がねどれにしていいのかわからないので、一回例によってネットを見て情報をね入れつつこれ別動画にしようかと思います。とりあえず買いました。さあ例によって今日も富山公園に来たんですけど、いやー今日風強え、すんごい風吹いてる。今日もね ND フィルターをつけてるんですけど、こんだけ明るいと ND フィルターないとダメだな。やっぱりー今日はね 4K で撮ってます。結局行き着くところはね 4K になっちゃったかなという感じで今撮ってるんですけどね、かなり綺麗に撮れるんじゃないかな。あ、そうそう、足だけど、まあ、結局 MRI の検査結果昨日聞きに行って、で結果としては特にね問題なくて、その靭帯がどうとか、まあ、骨はあの前回調べてもらった通り問題なく、であと軟骨とかもね傷んでないので、まあ、しばらくはあんまり派手なね運動とかはせずに塗り薬を塗って安静にしてくださいっていうことでした。まあ良かったんだけどね、やっぱりねかがむとね痛いんですよね。いやー遅くなったな。とりあえずサラダとうちの子供のためにフルーツを買って、あとは肉とかを買おうかな。いやーめっちゃ疲れた今日は。なんかステーキをね焼く練習をしたいけど、もう時間が時間だしな。あーささみでも焼こうか。これだったら結構簡単にできるから、ささみねこれにしようと。フルーツグラノーラか。これなくなったから新しいの買っとこうか。 800g って結構多いねこれ。よしこれにしよう。フローズンコーラがなくなってる、しょうがねえ。ファンタこれ2つ買って帰ろう。なんかヨーグルトがめっちゃ高い。どうしよう、これちょっと気になるな。チアシードとゴールデンキウイか、220円。
ちょっと試しに買ってみようかな、これ。さあ、買ったので帰るぞ。ただいま。あれ、いない。